私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしていますコロナの集団免疫達成という報道がありましたのでこれについてお話をしたいと思います日本と海外の比較そして米国 NIH 推奨の治療薬についてもお話をしますこのビデオの用紙はコロナの集団免疫達成化という報道について 日本の現状英国とイスラエルの現状を合わせて比較してみますまた NIH 推奨のコロナ治療薬についてもお話をしますそして酸化ストレスを下げるのがコロナ対策には重要だというお話もしますまずこちらは10月19日にニュースウィークの報道で出されたものですが日本のコロナ感染者急減 ワクチン集中接種で集団免疫効果もクエスチョンとなっています専門家からは再拡大を懸念する声や感染者急減の理由に関する包括的な検証を求める声もとありますワクチン接種が進んだことの効果は極めて大きいが検証が必要だという意見もありますし 東京都のデータを見ると8月後半から10月半ばにかけて検査実施数の減少が約30%なのに対して検査陽性率は25%から1%に下がっているという報道ですではまず日本での PCR 陽性者と死亡者数を見てみましょうご覧のように 第5波と言われるピークは一番大きかったのですが、現在は新しい PCR 陽性者は非常に少なくなっています。また死者数も1万8千人程度で非常に低いままに抑えられています。この結果を見てですね、日本政府のコロナ対策は非常に良かったというふうに評価される方もおられます。 日本はワクチンの一回接種率が76.5%と世界で最も高い水準に到達しましたさてイスラエルのデータを見てみましょうワクチン一回以上接種は67.4%ですそして日本と比較的似たような形でいくつかの波があって現在は感染が抑えられているという状況です それでは英国のデータを見てみましょうワクチンの1回以上接種率は73.7%で日本よりもやや少ない程度ですしかしながら現在感染はですね非常に高いレベルで継続がしており陽性者の累計は859万人と多くなっています また死者数も13.9万人ということで人口が日本の半分程度であるということを考えますと日本に当てはめると28万人ぐらいいが死亡したととうことになりますですからこの英国のデータを見ると日本とイスラエルの感染の低下はですねその国と地域による季節要因の方が大きいのではないかと私は考えます。 アメリカ国立衛生研究所 NIH という組織がありましてアメリカ学習国の保健福祉省公衆衛生局のもとにあり1887年に設立された学国で最も古いいい医学研究の拠点ととうことになっています、まあ、日本で言いますと厚生労働省の下にですね研究拠点とたくさんの病院があるというようなものだと思います。 そしてこの NIH は1万8,000人以上のスタッフのうち6,000人以上が科学者、まあ、医師とかですね生命科学研究者という全米トップの研究者ですでこの NIH はコロナの治療薬として承認されているまたは評価中の抗ウイルス剤の特徴というものをこの URL で開示していますが3種類の薬が載っています。 1>, 1つはレムデシビルでこちらは日本承認済みでございますが残りの2つは日本でで未承認ですこれらの薬が本当に有効であるならばですね NIH が承認または評価中ということですので日本でも今後使われる可能性があると考えます。さてこちらは コロナ感染をするとですね、ROS と書いてある酸化ストレスが非常に増えてですね、重症化してサイトカインストームを起こすという図式ですが、コロナの感染予防や重症化を防ぐためにはですね、酸化ストレスを下げるのが重要と考えています。コロナに負けるなということで、皆さんでできる酸化ストレスを下げる方法があります。禁煙、大量のお酒を飲まない。肥満、糖尿病のある方は糖質制限をする。 十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも有効と考えますまたエビデンスのある抗酸化サプリメントの接種も有効と考えます現在コロナの後遺症ワクチン副反応の症状に悩む方々へ私の開発した抗酸化配合剤を無償配布していますこちらの URL からお申し込みください抗酸化研究室についての情報です